もう一つあった。今回はロボ使ったステージっぽいな。ん？下？上？ロボ取ってきて帰ってくるのか。じゃあとりあえずロボをまずゲットしたいね。ロボ、ロボやーい。おっと、とりあえずロボ、ロボをね、奥まで行って、うわー、ハマーもいいや。とりあえずロボ、ロボゲット、ロボゲッチュ、ロボ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 ゲット。おー、1個目の宝箱早速。ロボないとどうしようもないよね、回せないもん。先行くか。とりあえず現状でもここはつながるか。まあ回復もらってくる。ロボ行って帰ってくるんだ。エスパー、行きと帰りが同じルートで違う攻略の仕方って感じ。サイコロだ。落ちちゃいまひゅー。上から来るぞ気をつけろ。上からじゃねえな、むしろ奥から来るぞ気をつけろだ。テレポートじゃねえや。サイキック、サイコキネシス、ラッキー、ラッキー、にゃん。聞かないね。なぜなら私はストーンだから。奥見えてるけど、これもあれかな、ロボで打ち返すのかな。これで打ち返せるのかな。中央に来るやつねえな。こっち来るな。試してみるか。一応ダメージ判定に微妙になってんだよね。もしかすると跳ね返せるかも知れませんね。無理だな。来た。あ、ステッカーですよ。後ろから来るぞ。そろそろかな。まだ？まだロボないの？あ、なんか首が、俺の首が、俺の首がくるくるしてる。うわ、首が痛いよ。あー、治ってきた、治ってきた、治ってきた。痛くない、痛くない、決して痛くない。マイク、まだ残ってる。やっとたどり着いたか。へえ、どこにあるんだいロボちゃん。やい、ここか。あー、朽ち果てられたロボ、お前を使って俺が逆襲してやる。魔王、キャービィちゃん。ど、王道な音楽が流れ出した。モンハンでラオンにね、流撃ぶちかました後にテーマソングが流れるような感じ。よこしたまえ、君のその爆音、爆音。王の帰還だ、魔王の帰還だ。ブーブー、上から行くぞ気をつけろ。全部ぶっ壊し、全てを破壊してやるわ。これがロボの強さ。
すべてを破壊する魔王の護身じゃ。大魔王ケストーラ様じゃ。よし、まずは一つ目、もちろんのごとくキューブ。やっはー、これぞ魔王の護身。何をしているのかね。これ、すべてぶち壊してやる。このような最高など私の前にかかればこんなものですよ。ふうふう、ボンボン。音はすべて世界を救う。エスパー、エスパー。うん、いい。このままでいくか。いや、エスパーの方がいいか。すべてを破壊する。破壊神魔王ガービー。大丈夫かな。エスパーいるんなら取りに戻る。ああ、どうせここで入れ替えか。はい、電気ガービー。ああ、やっちゃった。やっちゃったぜ。復活、復活。ちょっと強すぎちゃって、これ。まずは。なるほどね、乗った瞬間にこういうことだ。電気が逆走しているだと。あ、1キャップかよ。キューブでいいよ。ため、うぅうぅ、ちょっと強い。気持ちいい。なんだい、私に逆らおうというのかね。ドーン。ブーン。すべてを破壊してやるわ。この上がいけたりしない？そういう危ないのはダメだね。これが初めに戻ってきたのか。で、これ回したら、うん、下に行ける。オーケー、オーケー。まだ1個しか取れてないんだぜ。不安になってくる。魔王も不安になっちゃう。レース始まるよ。圧倒的ではないか。圧倒的すぎる。あら、何もなかった。ちょっと不安になってくる。これあれかな、切り落とせたのかな、もしかして。まあいいや、何もねえな。何もないと不安になってくるよね。キューブ1個あると安心するんだけど。これは降りなきゃダメだ。何で行きゃいいの？ん？ああ、そういうこと。取ることによって強制的に変えないといけないのか。ビーム、ぴょんぴょん、ビームがぴょんぴょんするんじゃ。一応ビームはね、電気使えるし。ビーム他なんかあったっけな。長押ししかないね。中ボス戦かな。あ、ボスラッシュか。あれ、これあれじゃん、倒せない時のやつじゃん。おい、おれおれおれ、倒せねえよ。倒せないんだからしょうがないじゃないか。こんなこと言ったってしょうがないじゃないか。
ボム逆襲。俺こっちの方が面白い。テレポートです。倒せねえんだよ。行ったって倒せないんだ。しょうがないじゃないか。これただ長いな。戻しプレイが怖いぞ。回すやつ。ぐる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 上に参ります。やめられない、止まらない。カッパエビ戦じゃねえけど、やめられない。ダメなのか、これ途中でやめられない。ところどころに道が見えてて行けるのかって思ったんだけど、そういうわけじゃん。カービィメタナイト戦いが今始まろうとしている。え、クリア？え？キューブ1個しか取れてないぜ。ちょっと待てよ。どういうことだ。どういうことなんだってばよ。しかしもう戻る道などない。あれれ？うん、戻る道すらない。行くしかないのか、それとも今から戦いが始まるのか。あ、クリアしちゃった。あれ？落書きドロッチェ。マホロは。うわ、2個も逃してる。ここ長かったのにな。打って。とりあえずこれだろ。で、あっち行っといて。あったあった。これだな。回しまくったらぶっ壊れんだよね、これ。逆か。こっちこっち。よし。おい！ファミコンやってんじゃねえか。よし、とりあえず二つ目は OK。だろ？うん、二つ目だな。さーて。ここから先だよ。さすがにこのマップにはないだろう。さあ、なんとか3つ目を見つけたい。3つ目を見つけたい。3つ目です。3つ目さん。となるとウィスピーを倒せるとか。まあ行ってみよう。ここの可能性も十分あるな。これ全部落とせばとかそういうのだったらやだな。もう戻したくでござる。はい、ダメ。ここじゃなかった。
これ取らずにはいけないか、奥に、そもそも奥に行けないもんな。うん、ないないない。命は投げ捨てるもの。ここは普通に行ってよさそうだな。じゃあ普通に行きます。ダーンダーンダーンブタブタ。うん、やっぱここはないか。そうなります。やっぱここか。炎、炎で行く。炎でウイスキーを燃やし尽くしてしまえばいいんじゃないのか。まあ残すところはここぐらいしかないもんな。いっか。あとちょっと気になったのはね、こいつのドリルで下掘れたりしないのかな。倒せんじゃねえのかっていうのがちょっと。ここにしたらさ、ここが掘れるとかさ、そんなことはなかった。じゃああとは倒せる。この上とか壊さずに。ほら倒せた。ああ、倒せるだったか。ふう、ある意味予想通りだった。これで安心してクリアできる。いい。そっちじゃない、そっちじゃない。やはりロボは強いな。もしかしてあれか、一面で出てきてあいつも倒せたのかな。カービィとメタナイトが戦う。バトル始まるよ。よし、OKだな。クリア。ゴールゲイマックスショット、おし。おーい、チョンバブーン。ゼットゴリラ、キュアゴリラ。やったー、 IC キューブコンプリート。世界に散らばる IC キューブを全て集めたのじゃ。あ、プレジデントハルトマン。やっぱあれハルトマンだったんだな。コンプリート記念のレアステッカーハルトマンを手に入れた。多分今から戦うんだと思うけどな。じゃあ戦っちゃおうか、ハルトマン。